はい、皆様こんばんは。歌う柔道家高松大地でございます。さあ今日は、舞妓ですね、舞妓の駅前ステーションマルシェ舞妓ということで、なんか発音が全然イントネーションがおかしいわ。なんかね、歌わせていただきました。食ブースがね、いっぱい出てて、で、ビールブースなんかもあったりとかしてね、すごい、まぁ、ちょっとした縁日みたいな感じですよね。駅前のロータリーのね、ちょっと広いところを利用して、で、まぁ、軽くステージをね、やって、音楽が流れたりとかあるんですけれども、まぁ、そこでね、いつもお世話になっております、シーサイドビアフェスティバルでね、いつもお世話になっております、多田社長にね、呼んでいただいて、大地君、いつでも歌いに来いよ、ということでね、声をかけていただいてましたんで、今日は行ってきました。約束をね、やっぱ果たさないといけないのでね、美味しい豚まんなんかいただいてね、幸せでございます。ビビうまうまでしたね、本当にね。さあ、本当今日はね、いい天気で青空でね、風も、なんかいい涼しい感じで吹いていて、でもなんかこれ僕の部屋ってね、なんかね、ジメジメしてるんですよ。これがね、なんでなのか、換気扇は回してるんですけどね、多分風通しがね、あんま良くないんやと思うんですよね。窓が1個しかないから、まあそんな感じですけどね。どうかな、今日はドライはつけんでいいかな。まあそんな感じでね、やっていきたいと思います。動画でブログということで今日で4日目でございますけれども、今日は何の日だっけということで、今日は実はね、父の日なんですよね。皆さん父の日、なんですよ。で、父の日というのはね、確かね、明石発祥なんです。この兵庫県は明石市が発祥ということでね。で、この父の日をテーマにしたイベントを2年前ぐらいにやったんですけれども、そうですね、父の日は実は明石発祥ということで。で、まあ、高松大地といえばですね、やっぱりどうしてもおかんという曲がね、今売り出し中ですごく強いですので、やっぱり母親のイメージがね、強いと思うんですけども、ちょっと親父の話でもしてみましょうかね。まあ僕は両親が離婚してなんて話をよくしますが、まあ現在も父と母は健在なんです。両方とも元気で、もちろん離婚してますからね、全然別々に暮らしてますし、もうお互い連絡も取ってないでしょうけども、まあ健在で両方とも元気に生きてるんですよ。で、まあ親父は親父で、今自分の人生を生きてるんですけども、まあ、僕が生まれて、その離婚をするまでの間というのは、すごく、なんかこう偉大な父というか、まあ、今でもねやっぱり尊敬してますけども、こんなストーリーがあってね、実はうちの、まあ、親父とおかんは九州出身なんですね。九州の福岡出身で、で、まあ親父が結構田舎のゴンタクレやったもので、まあ相当な悪さをしてきてたみたいなんですけども、10代の後半ぐらいですかね、そういう悪いことから足を洗おうということで、親父とおかんが、まあ、半ば駆け落ちみたいな感じですよ。一緒に兵庫県へとやってくるんです。というのも、うちのおかんの、兄弟のね、長女が兵庫県の姫路の方にいたので、そこを頼って、二人で兵庫県の姫路へとやってくると。んで、まあ、そこからね、こう仕事を、まあ、建築関係の仕事ですけどもね、したりですとか、まあ、苦難がたくさんあって、山あり谷ありでこう乗り越えて乗り越えて、で、僕が生まれる頃、僕違いますね。僕幼稚園に入る頃には一軒家を購入してね。で、で、建築の大工さんの親方になって、で、本当すごい、それなりに大きな、会社をね、築いたんですよ。そういうね、父親でございますので。まあ、なんでね、僕はまあまあ、どっちかというと、中学校の時はね、中学校じゃない、ごめんなさい。小学校の時はね、すごく贅沢させてもらってたかなって思いますね。東京の学校にも行かせてもらったし、まあまあ、中学でね、両親が離婚して、おかんの方行ってからは、ね、やっぱり、大変でしたけども、まあ、というのもね、小学校の時に、まあ、親父の会社がうまくいってて、で、途中で、やっぱこけてしまったのですね。こけてしまって、うん千万っていう借金抱えて。んで、ね、最終的にそれがきっかけで、うちの親父はダメになっちゃうんですけども。でも、少なくともね、一代気づいたっていうことに関して、これやっぱ今の僕のがね、32、今の僕の年齢で家を建ててるので、ああ、それはすごいなって、やっぱ今でも思いますよね。やっぱり、
同じことはやっぱなかなかできないなとか、そのね、やっぱ未だにこう背中をね追いかけてるかななんてのは自分の中にねちょっとあったりします。まあ、いろんなエピソードもあるんですけどもね、こう全部話すと長くなっちゃうので、まあそんなね、あの親父の物語というのをまたね、そんなのもね歌にしたいなと僕は思ってるんですよ。次の作品か、まあ次の作品か、親父の人生みたいなことをね歌にしたいなってことは思ってるんですけども、うん、ね、まあそんな父の日、皆さんは自分のお父様に何か感謝の気持ち伝えましたか？僕もね不器用でございますから、なんか照れくさいからね、この YouTube の動画でブログと自分のブログでね、感謝の気持ちを伝えさせていただきたいと思います。いつもありがとう。ということで、今日の動画でブログ終了しましょう。明日からまたね1週間が始まります。どうやら天気の方がね明日からずーっと良くないみたいです。ずっと良くない時はねどうしても気分もなんとなく良くなくなっちゃったりとかね、しちゃいがちなんですけどもね、なんとかかんとか、笑っていきましょう、頑張っていきましょう。しんどくなったらいつでも連絡くださいということでね、今日のね動画でブログは終わりたいと思います。それでは皆様おやすみなさい。バイバイ。